はい、クラチャンネルです。今日は新しいフィールドに来てみました。末竹川ダム、冷泉湖ですかね。初めてのフィールドなんで、オラワクワクすっぞ。見てねえな。スタート。釣り仲間、はい、渡辺さんです。はい、ここのフィールドでレンタルボートされてますので、ちょっと説明がてら、はい、お願いいたします。はい、レンタルボート&ガイドサービスの渡辺です。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日は一応サウザージョンの方を用意しました。はい、11フィートで、3.3 メートルで免許不要ボートになります。はい、はい、エレキの方はフットエレキでモーターガイドの無段階変速を準備しました。それとなんちゃって魚探なんですけどなんちゃって魚探ローランス、失礼です、ね、ローランスじゃないですか。ローランスのフック2の4インチ、電源入れてます。はい、こんな感じの一応魚探の方もついてます。これ免許不要艇なんで、はい、初めての方も、初めての方も OK です。はい、初めてだとエレキとか怖くないですかね。初めてでエレキの操船不安な方に対しては、私の方がですね、導線して、無償で、ガイドサービスっていう形も取らさせてもらってます。無償。無償。テレボート代はいただくんですけど、はい、はい、ガイドにガイドと、まあ、操船等が不安ということで、操船の、仕方とかですね、安全安心のような形を取らさせてもらって、ガイド以外の導線も無償で受けたまわってますので。ぜひレンタルしていただいたらと思います。ちょっと前になんか、はい、チャプターで優勝されてますが、はい、その辺のことも教えてもらえるんですか。サイトの達人ですからね。サイトが、まあ、好きなんで、サイトの魚がいればですね、いいタイミングで入っていただければ、その辺も、まあ、包み隠さずできるだけお話しさせてもらったらお、はい、こう釣り仲間のメンバーにも教えてもらえるんですか。ですね、トーナメントに出てる人はちょっとダメなんですそうですね、いろいろありますからね。はい、わ、はいはい、かりました。トイレとかあるんですか。トイレはですね、一応この上のウィングの駐車場の方に行けば、公園の駐車場のところの脇にトイレがありますので、じゃあ彼女と来ても、女性の方と来ても大丈夫ということですね。はい、サビビザに乗るとすごい低いですね。全然見え方が違うもん。ボートの準備をしなくていいっていうのがいいね。何がいいって、うん、現場に着いたらボートの準備ができてる。めっちゃいいじゃん。おお、めっちゃ引くんじゃけど。めっちゃ引くんだけど。めっちゃ引くよ。おお。おお。おお。
おお、ナイスフィッシュ。ここの初魚。初フィッシュは最小号。おい。すぐ外しちゃったけど。結構いいサイズよ。42ぐらいあるかな。よいしょ。釣れちゃった。スマホ見てたら釣れちゃった。スマホ見てたら釣れちゃったフィッシュだ。全部40アップだけど、ポテンシャルはちょっと異常だね。ここは魚のクオリティも高いし、バスまた40アップ全部40アップ。ああバレる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 、それバレる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 40アップでしょこれ。勝負テキサス42ぐらいかな。おい、ありがとう。よいしょ。40アップしか釣れん。すごい、全部40。
今日はでも山椒がエラー当たってんな。大きいか？ああ、何ピンク？こいつ行ったかな？行ってないな。やっぱ40ちょいぐらいか。45は行ったかな。はい。最初。見えるかな？4号